コートに向かった時、事前情報は一切ない状態でした。ですから現場で聞き取りし、その場で判断しなくてはいけなかったのです。私は素早く状況を分析し、そして、正しい決断を下しました。全仏オープン大会でフェリーのレミーアゼマール氏は、フランスの公共ラジオ放送局、フランスアンフォの取材に対し、そのように語った。彼が言及しているのは、 女子ダブルス3回戦、加藤美優アルディラスチア D 対マリエブズコバ、サラソリデストルモ戦。ボールガールに危険球を当てたとして、加藤を失格に処した件である。この出来事の経緯についてはすでに多く報じられているが、改めて、以下に簡略的に記しておこう。ポイント間のルーズボールを、加藤がバックハンドでスライス回転をかけて、サーバーである相手コートへと送る。この打球が、 ボールガールの首の付け根付近にノーバウンドで当たった。それを見た主審は、加藤に警告を与えるが、対戦相手は失格だ、と抗議する。主審は二人をいさめるが、なお引き下がらなかったため、揉め事の仲裁系的な役目を担うスーパーバイザーを呼ぶ。スーパーバイザーは主審から話を聞き、レフェリーを呼ぶ。失格か否かの判定を下せるのは、レフェリーのみだからだ。 コートに到着したレフェリーのアゼマール氏は、主審やボールガールたちにも話を聞いた上で、失格を加藤に言い渡す。この時、加藤やパートナーは、恋ではない。動画を見てほしいと頼むが、それはできない、とアゼマール氏は応じた。テニスのライン判定に、高速カメラ、ホークアイによる最新システムが導入されたのは、2006年と古い。ただこれはあくまで、 ボールが落下した地点がラインの外側か内側かをリアルタイムで判定するためのもの。ラインコール以外に用いることはなく、ゆえに現在でも、リバウンドか否かなどに関しては、ビデオ判定が採用されることはない。最近ではこの高速カメラの技術を用い、先進を排して電子ラインコールを導入する大会も増えた。ただ、コートの表面がクレー。 赤土で覆われている全仏オープンでは、ボールの落下点が土の上に残るため、電子判定システムは不要として導入されていない。いずれにしても現行のテニスルールでは、撮影された映像を審判員やレフェリーが確認し、それを元に判定を下すことはない。これは、テニスの大会では複数の試合が同時進行しており、すべてのコートにカメラが設置されているわけではない、という事情も関わっているだろう。 電子判定システムにしても、今でこそ全コートに設置されている大会は多いが、かつてはセンターコートなど一部のコートにしか存在せず、選手間からトップ選手ばかり使えて不公平だ、との声も上がっていた。ただそれも今は昔。機材のクオリティや台数に差こそあれ、今では多くの大会で、すべてのコートにカメラが設置されている。でいえば、 今回の全仏オープンで加藤の試合が行われた14番コートには、ベースライン後方に2台のメインカメラ、1つはリモート、1つは友人と、コートサイドにも2台のカメラがある。そして、メインカメラの反対側のコートサイドでは、ハンディカメラを手にしたカメラマンが適宜移動しながら撮影しているのだ。実際に、国際映像として全世界に配信される動画は、 これら複数のカメラ映像を切り替え編集されたものである。ただいずれのカメラでも、試合全体を通じて撮影した動画は存在するはずだ。全仏オープン最終日の6月11日、トーナメントディレクターのアメリー・モーレスモが会見を行った。トーナメントディレクターとは、会場の設定やイメージ戦略等も含め、大会全体をディレクションする責任者。ただ、 審判やレフェリーの資格を要するわけではないので、ルール思考等に関する決定権はない。昨今のテニス界では、元著名選手がトーナメントディレクターを務めるのがトレンドで、モーレスモも世界1位、2度のグランドスラム優勝を誇るフランスの元人気選手だ。だからこそモーレスモからは、トーナメントディレクターとしての、そして元トップ選手としての立場から、今回の失格判定に関する意見を聞きたいと思った。 だがこちらの質問に対し、モーレスモは、私の意見は言わないと笑顔で前置きした上で、次のように続けたのだ。誰かが決断を下した後に、他の人が動画を見るのは簡単なことです。判定は、ツアースーパーバイザーと、レフェリーによって下されました。動画を見ることなくコートに行った状態では、他者からの報告によって判断しなくてはいけません。そして、 女の子がコート上で長く泣いているのを見たとき、それが決断を下す根拠になったのでしょう。それは事実なのですから。私はそれが良いか悪いかを言うつもりはありません。ただ、これは明らかにグランドスラムのルールブックにのっとったことです。その上で、混合ダブルスには継続して出て良いという大会の判断は、彼女にとってポジティブだったでしょ、と元世界一位入った。 このモーレスモの回答を受けてさら問いをしたのはニューヨークタイムズの記者である。彼女、加藤がボールを恋や腹立ち紛れに打ったわけではないことは世界中の人が映像で見て知っている。なのに最も重要な決断を下す人物が映像を見ていないというのはあまりに馬鹿げていないか。この質問に対し全仏オープントーナメントディレクターは次のように答えた。 この件、つまり動画を見ることに関しては、改善を求める声がすでに一部で上がっています。大きな変革になるので、私が、今日変えます、と言えるものではありません。ただ間違いなく訴状に上がる案件ではあるし、テニス界が今後、他の競技ですでに用いているテクノロジーを導入する方向に向かっていく可能性はあります。これら一連のトーナメントディレクターの発言を、どう捉えるかは、 難しいところではある。ただ今回の出来事が、現行のルールのあり方や捉え方に、一国を投じたのは確かなようだ。100年以上の歴史を誇るテニスの競技会では、伝統と会話が尊重され、それらに依拠するアウンの呼吸や維新伝心が、時に明文化されぬルールの余白を補ってきた。だが、テニスのグローバル化とビジネスの拡張もあり、今や競技は文化では補えぬ領域にまで及んでいる。 テクノロジーの進化も、監修と現状の齟齬を浮き彫りにし、その隙間をグレーゾーンで埋めているのが現状だ。次第大会の中でも、最もクラシカルスタイルを貫くフレンチオープンで今回の論争が巻き起こったのは、ある意味では偶然ではないだろう。果たしてテニス界は今後、どのような方向に舵を切るのか。今回の失格判定をめぐる論争は、もしかしたら、一つの転換期になるかもしれない。 軍通地だ赤月。新しい解説。画像を見ないで判断したことが問題なのではなく、判断するに至った材料、判断の仕方が問題だったのではないのか。そのことを自覚しているから、ミックスへの参加を許可したんだと思う。画像を完全に判断しなければならないのなら、ちゃんとそれ以外の情報収集をしてから判断すべき。それに時間がかかるのであれば、警告。 で、試合を続行させて試合後に最終判断を下せばよかったはず。運営側のその辺の判断とコントロールが稚拙だったのは明らか。テニス選手としてレジェンドだったとしても、その辺は一般人と変わらないのだからジムレベルで優秀な人がブレーンをやるべきだろうと思う。テニスに限らず、すべてのスポーツにおいて失格を言い渡すときに映像確認ができる。必ずしも必要ない場合もある体制を作るべきではないだろうか。 例えばテニスの場合は最低でも4大大会は全て動画チェックできるようにして、そこからランキングに関わる大会に波及させていくことを求めたいところ。自分のようなド素人が叫んだところで聞く耳を持つ人もいないだろうが、それでも今回の騒動をきっかけに変わっていってほしいし、それが他の競技にも広がっていくことが必要なのかなと思うところです。新しい解説。 後からスーパーバイザーがあの動画を見てると思うがそれでも失格と判定するか聞きたい。スーパーバイザーは加藤選手が返球の行為をしてボールキッズに当たるまでの経緯を見ておらず、相手選手の激しい抗議と少女が泣き止まない状況からだけで判断し、危険な返球がされたと思い込み、失格の裁定を下したのではないか。テレビを見てる世界中の人、他のテニスプレイヤー含め、 は客観的に見てあれは警告が妥当だと思っているが、スーパーバイザーがビデオを見ずに断片的な状況だけで判断したのが大気な間違いだったとしゅう。ルールにはビデオを見るなとは書かれていないはずなのでもっと柔軟に対応すべき、だったと言ってくれればみんな納得するでしょう。とにかく加藤選手の失格の取り消ししと、相手選手へのペナルティ付与をして、今後はビデオの確認をルール化してもらいたいですね。 新しい解説。フランス大会のルールは核のごとく単純かつ素朴であるため、主催者側のさじ加減で勝敗が決まることが多々あったであろう。今回加藤美優選手の毅然とした態度をきっかけとして公明正大なるルールに改正されるのであれば、多くの選手が裏取引に煩わずに試合に打ち込めることになり一段上の価値ある勝利を手にしたと言える。何がひどいって、 主審の判定を必要な抗議で覆そうとする相手選手。普通ならわざとでないのは明らかだから、これは完全な反スポーツマンシップの行為。だからこそ、チェコ出身のレジェンド、ナブラチロワが一人は母国の選手にもかかわらず、二人を猛烈に批判していますね。それとみんなが感じているように人種差別が見え見えですから、主審はともかく、二人のプレイヤー。 判定を応援したスーパーバイザーの責任は徹底的に追求すべきです。もはや単にテニスの問題ではなくて、アジア人差別に対する問題です。新しい解説。そもそも、すべての選手を公平に扱う、というのがテニスのルールのはず。にもかかわらず一旦は警告で試合をジャッジしたはずなのに、一方の選手側の言い分だけで、失格。 という重い処分を下すこと自体に問題があるだろう。こんなことが許されれば、上司を読んでこい、的な裁定がアマチュアレベルでも行われてしまうだろう。いろいろな意味で一刻を投じたことに間違いはない。新しい解説。運営側は民族的にも、絶対に自分の間違いは認めないでしょう。スポーツマンシップの概念が違いますからね。何度も言われていることですが、 今回のことは審判が見ていなかったのに判断した。一度、警告とした判断を、相手選手の必要な嘘を交えたアピールで失格と重くしてしまった。相手選手はスポーツマンシップとはかけ離れた、血が出ている、などの嘘をついてまで相手を貶めようとした。など、加藤にとっては信じられないような悪意が働いた結果。運営は自己保身ではなく、反省して非を認めるべき。